サポブラ、または、ラプエブラは、スペインバレアレス諸島州のムニシピ。マヨルカ島北部に位置する。公式名は、カタルーニャ5名のサポブラ。2017年の人口は12,793人。バレアレス諸島の州都パルマデマヨルカの 42km 北東に、ある。平均標高は 36m。中心地区のサポブラ地区の他に、 トラムンタナ山脈の山麓にスバック地区とサントニ地区がある。地下水が豊富であり、果樹園が卓越しているほか、かつてはイングランドに対して、ジャガイモを輸出していた。サポブラは、マヨルカ島の鉄道網のターミナルの一つであり、インカを出発した2号線の終着駅がサポブラ駅である。1878年にインカサポブラ間の鉄道路線が開通し、サポブラは、 全路でパルマで迷るかと結ばれた。1981年には、インカサポブラ間の路線が廃線となったが、2000年には営業を再開した。インカ駅とサポブラ駅の途中には、サポブラ駅側から順に、ムーロ駅、ルビ駅、アンパルメ駅の3つの途中駅がある。面積は48.53平方キロメートル。自治体駅の西側は、トラムンタナ山脈の北端部。 南側はマヨルカ平原、北側はアルクーリア湾がある。北東部の湿地帯は自治体域の9%を占めており、うち1708ヘクタールはマヨルカ湿地自然公園に指定されている。近隣の自治体にはムーロ、ルビー、ブジェル、アルクーリア、ポリエンサなどがある。アルクーリア湾にはバレアレス諸島有数の B 1であるムーロ海岸がある。 サあ、ポブラの風景1364年の人口は965人、1466年、の人口は550人、1591年、の人口は1950人、1750年の人口は1972人、1840年、の人口は3094人、1860年、の人口は3637人、1877年,年,年、 の人口は4861人、1887年、の人口は5681人だった。1935年には、サッカークラブの UD、ポブレンセが設立された。UD ポブレンセは、長らく地域リーグに所属していたが、1954年には、テルセラディビシオンに昇格し、初めてリーガエスパニョーラでプレーすることとなった。その後は、 地域リーグとテルセーラディビシオンを往復していたが、1982年には、初めてセグンダディビシオン B に昇格し、7シーズンをセグンダディビシオン B で過ごした。1986から87シーズンには、コパデルレイの本戦に出場し、2回戦で敗れた。1989年以降はずっと、テルセーラディビシオンに在籍している。 UD ポブレンセは8000人収容の脳カンプをホームスタジアムとしている。RCD マイオルカの副会長として知られるロレンソセラフェレールはサポブラ出身であり、選手時代には UD ポブレンセでプレーし、指導者としても UD ポブレンセを指揮したことがある。UEFA 欧州選手権1982、出場したスペイン代表のクンディ、赤道ギニア代表のルベンエピティエ、イバン・ラミス、 U-20 スペイン代表のマルティックレスピ、カタルーニャ代表のジョアン・ジョルダン、U-19 スペイン代表のジョアン・カンピンスなどは、UD ポブレンセでプレーしたことがある。ありがとうございます。